こんにちは、チャキチャンネルのチャキです。今日はですね、久しぶりのジュエルと食べ歩き動画です。本当はさつまいもフェスっていうのに行く予定で、お昼頃ね早く集合したんですけど、もう長蛇の列で、あれ5日並ぶね、あれ5日は並んで、もうちょい行くかな、もう越して6日4日ぐらい行くじゃないですかね6日4日4日ぐらい減ったんだ、減りますね。なるほどね、そう、はいはい、そんな感じでちょっともうさすがにこれ何時間も並べないねっていうので諦めました。近くにある新大久保の方に今日は来たので、新大久保で食べ歩きしていきたいと思います。1店舗目買ってきました。ソトクソトクとチーズボールチーズボールを買いました。いただきます。これあと5分生きてる、うん、あと2個生きて少ない、うますぎこのタンバリン、うん、あ、え、かわいい、チーズチェーズもくどくなくて美味しいです。かわいい、あっか、あ、え、あくん、うん、うん、甘じょっぱい、うん、うまっ。それで最後さ、ウインナーとお餅残ってるじゃん、うん、ウインナーうん、いいの、でいいの、ちょっとあの足とか重いそうな一歩前今やばい待ってちょっとあ、まあこっちの方が日光が当たって明るくていいじゃない。ちょっとダメだよね、マナーのないのはダメですよっていうのを知らしめようと思います声ちっちゃいの、うちら怖いもん注意できるようにならないと。うち行っておこうの。いいんじゃない、行ってきてよ。ちょっと明日行こう、明日。結構ちょっといかつそうだからやめる。ちょっと怖いね、やめやめ。負けちゃえば喧嘩。チーズボール。いいの、うちウインナー行っちゃった。うん。あ、でもうまかぼ。持った方が良かったな、明るくて。ありがとうね。マスカポーネ。あ、やばしもだ。行った行った。よかったね。怖いな、フレアさん。ああいう路上喫煙とかいろいろ喫煙者の片身が狭くなったり広がったり広がってはいないでしょ、するんだよね、よくないですよ、ダメです、路上喫煙は一番マジでやめてください。あ、いいな、食いたかったとこ全部買われてるわ今のとこ。うん、うまそう、食べる、うまそうだわ、食べる、いいね、郵送しとく、お、マジかよ、家に完食、うち早いよ2店舗目はいちご飴を買ってきました。乾杯、乾杯、いただきます。うん、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 鼻ついてる、かわいい、ピノキオや、ここかわいい、ここかわいい、そこまでです、うまそう、わー、なんだ、垂れ垂れて、一番うまい、ここのさっきの特急物、一番うまい特急物、いちご飴美味しいね、なんかいつまで経っても美味しいよね、うん、うん、次はしょっぱいものを求めて三千里。3店舗目はポポホットクで、ホットクを買ってきました。味はキムチチーズ、あっそう、うん、うん、そうね、絶対一番うまいからキムチチーズ成功だよね、甘じょっぱくて確かに最高に、うまい、だから甘いよね、蜂蜜が入ってんのかな、これもっと前分厚くなかった、厚かった、本当に思ってる、うん、え、確かに本当に思った、うん、多分ちょっと食べやすいように平たくしてると思いますけど、昨日さお肉焼いてたの夜、うん、油跳ねてここやけどした、ねえ、かわいい、ほんと水たまり、水たまりって水ぶくれな、あった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 、強っ、うん、完食、なんかちょっと雲行き怪しくなってきてません、なんか雨降ってる。4店舗目はハニー醤油タッカンジョンとチーズトッポコ、いただきます。どうですか、お味は。美味しそうですね、うまい、美味しそう、うまっ、あ、待って、ガチでうまい、寒いから秒でチーズ固まっちゃうね、うん、程よい辛さで美味しいですわ、可愛い横顔、横顔、有村架純って言われてるんで、多分今炎上してるよ、そう、前に専門学校の時だから一緒に映画見に行ってさ、うん、その時の主人公が有村架純じゃない、中条由美だったんだ、うん、うち映画終わった後
ジェルの方指さして、え、中条は弓って言ったらみんなでしかもその時ね坊主ほぼみんなバッてこっち向いた視線の先には坊主のジュエルがいたどこがやねんで。どっちも食べました。美味しかった。ちょっとカフェにでも入って、そうだね、一回休憩して、うん、作戦会議しますか、ね、暗くなってきたからもしかしたら次撮る時にはもう真っ暗になってるかもしれない。ちょっといい雰囲気になってきましたまあわかる。それにしてはそうか、暗くなってから秘密のちょめちょめしようかなと思ってますのでダメですよ見たら全部うちらのせいだよ。うちだって手を取り合って生きていこうって決めたやないかい。いや違うよね。え、てか誰ってか怖い、一緒に食ってるけど待って待って誰ですか。怖い怖い怖い、いや待って、膝痛すぎてね一歩も動けないのカフェに入ってスムージーを頼みました。チュールがイチゴバナナ、うちがベリーベリーってやつです。かわいい、かわいすぎる、ガッキーかと思った。ベーコンエッグかハムエッグを食べたいと思います。うちがじゃんけん勝ったらベーコンエッグ、チュールがじゃんけん勝ったらハムエッグ。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあベーコンエッグ。休憩が終わりました。ベーコンエッグトースト買いました。美味しそう。先にどうぞ。いいですか。はい、私猫舌なんで。うん、まっ、美味しい、うん、ずっとうまいよ、間違いない。雨が弱くなってきてよかったね。いただきます。めっちゃ美味しい。美味しいね、卵とろっと、甘くない？ね、そうそう、甘いのよ。美味しい、うん、いや、ベーコンの方がうまいかもね。うん、お腹いっぱいだな。どんないが美味しくて、もう一個ぐらい食べれるなって。あ、買ってこうか。あるでしょ。うん、一回、普通に持って食べてみたらいいんじゃない？ちょっと一回、すいません腹いっぱいやん、かがんでるやん、しかも前傾になっちゃう。苦しい時やん、それ。大丈夫？今度耳だけ食べさせてもらっていい？でも来るの？卵、すごい。これ卵何個分ですか。100個。適当すぎだろ。うまそう。動画の外でも食べてたしね、うちら焼肉行ったしね。いっぱい食べてたね。肉も食べずに白米5杯。いきます、うん、うん、耳美味しい。今日なんか一応ない。なんか無理。あんな耳食いたがってたのに。最後。最後はどこ行くかな。最後はトゥンカロンを買いました。ジュエルがあのね、タタのチョコブラウニーだっけ。そう、チョコブラウニー。うちがお花のトゥンカロンで、味が紅茶ラテ。ほら。かわいい、めっちゃ美味しい。うん、うまいっしょ、うん、美味しいよね。お腹いっぱいも食べれるね。そうなの、うん、メレンゲだから軽いし、うん、なんかマカロンってなんかすっごい美味しいと思う。マカロンでなんか食べれば食べる痩せるって言ってた。マジ、うん、お花のトゥンカロン紅茶ラテです。いただきます。これ多分顎外れるコースだけど。どうですか？チャイ系の味だ。あ、うん、それそうだ。うん、もう食べやすくない？うん、美味しい。いい締めだ。ごちそうさまでした。はい、ということで久しぶりにジュエルと食べ歩きの動画を撮っていったんですけれども、いかがでしたでしょうか。とっても美味しくてとっても楽しい、はい、食べ歩きになったのでよかったです。でうちらはこれからね、専門の時の同級生と合流して飲みに行くので、爆飲みしてぶつぶれたいと思いますっていうのは嘘で、うちらは本当にお酒が弱いので、まあ、抑えてね、まあ、飲んで帰ってゆっくり寝たいと思います。ということでこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。